今日は、お三味線初心者の方のために、五木の子守唄を紹介します。で、これは「オドマボンギリボンギリ」という歌で多くの日本人が知ってると思いますね。そしてやはり日本人のやっぱ心に染みるというか、多くの歌手の方も歌ってらっしゃいます。で、こういった曲はやっぱお三味線に合うし、短いし、覚えてるからやりやすいと。で、実際に勘どころも1234と開放弦で弾けます。で、私が、これにしようと思ったのが、今私、エールの、音楽を弾いてるので、朝ドラのエールですね。そうすると、古関裕二さんが、この曲を、熊本の、地元の子守唄だったのを、楽譜を取って、世に流した、っていうことを知ったからなんです。で、1950年の NHK のラジオ放送の最後に、古関さん自身が、オルガンで弾いて、最後の曲にしていた。それが広まって、音丸さん、今の、藤丸ですね、出てる音丸さんがレコードに入れたり、その後も、テルギーさんだったかなって出して、1953年には大流行していたということなんですね。また、シンプルな曲でアレンジもしやすいので、2つのアレンジを提案しています。で、これが4と3と2の勘どころ、ここ1ですね。で、4の糸、4の1の糸を弾いたら、これが本調子ですね。はい、これで合わせてください。3と2の勘どころを続けて使うことが多いので、これは3はほぼ3の指で弾きます。3拍子で書かれてるんですけど、一部ちょっと一拍長いのかなっていうところに。ボンガっていうところ、ちょっとここだけ4拍にしています。和音を入れます。はい、次は間に音を入れていきますね。ちょっとゆっくりめに弾きます。編曲してみて続けて弾くと、また音楽が豊かになりますね。徐々にやってみてください。以上です。